はい、どうも、やつです。それでは、バトルフィールドハードラインベータやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はね、エンフォーサー使ってないから、エンフォーサーでいこうかなと思うんだが、これね、新しい武器、これ SPAS あるんですけど、使いづらい、めちゃくちゃ。なので、なんかあとショットガン他にないかな。870P マグナム。これがね、こっちだと、前使ってたんですけど、まあ一回でも使ってみるか、新しい武器。全然勝てないんですよね、これ使うと。結構やりづらくて。で、45T のサブウェポン、ミニですね。弾薬箱、ジップライン使おうか。で、フラッグ、スレッジハンマーでいこうか。ちょっと辛いが。行くぜ。とりあえずはこれで行ってみようか。今どこに行こう？すごいな、音が。音楽がすごい。でかいな、ボリュームが。なんだこのボリューム。耳がキンキンする。すごいね。行こう。すごいな、音が。おいおい、まさかの。あー、ダメだ。音がすごいな。なんでこんな音がすごいんだ。すごいね、音が。びっくりしたわ、ちょっと。これはまあ普通ぐらいの音量なんだろうけど、ちょっとびっくりした。大丈夫？あー、ダメだ。やりづらいな。エンフォーサーの人、武器ありがとう。センキュー。これ、うわぁ、なんか耳がなんか止まってる感じがする。なにこれ、音がなんか変な感じになってるね。ちょっと待って、あれ、なんでスクウートエリート、あれか、スナイプ。なんかエンフォーサーのさ、武器変えられないかな。 SPAS だけしか、あ、出たじゃん。こっちさせてもらっていい？サイガー、これでいきたい。 PD の 3.5。よしよし、いいよいいよ。あの武器はちょっとね、すごくやりづらいんですよ。よーし、このぐらいならちょっとは活躍できるんじゃないかな。サイガーって書いてあるけど、これ上か、いるの多分。いいの上だな。うそうそうそう、どこから撃たれてる、どこの誰から撃たれてる。あれあれ、ちょっとレーザーマフィン仕掛けられてたんだ。うわ、あの今光るのあったじゃないですか、あれに当たるとやられるっていう、仕掛けてたんだね。やりおる。どうしようかな、考えろ考えろ。これって威力結構あるんだよね、多分。近くじゃないと効かないと。めっちゃおるし、めっちゃおるし、めっちゃおるしさ。これは敵が来たの狙おうか。大丈夫か、いっか。そっちにいる。あ、サイガーって、あ、そうなんだ。ショットガンかと思ったら違うんだね、これ。ショットガンじゃないんだ。分かった分かった、了解了解。普通の武器だ。てか反動強いな、縦ブレの。普通にショットガンかと思ってた。ごめんなさい、間違えてた。でもこれだったら逆に勝ちやすい、普通だったら。とは遠い距離でもいけるってこと。どこにいる敵は、いない、よし行こう。あー、センキュー。あー、もう乗ってんじゃん。じゃあ私も乗る。ほい。そしたら
D を目指す。あ、待った、いる、敵がいる、そこにいた。あれ、いなかった、いた、そこにいる、そこにいる。どうした、すげえ、これ使いづらい、めっちゃ使いづらい、これ反応半端じゃねえじゃねえか。あれ、もしかこれ一発単発打ちか。でもフルオートで撃てるよ。やばい、まあ慣れてないな、ちょっと。どういうことだこの、なんだこりゃ、すごく使いづらい、不思議な武器だな。もうそこにいるじゃん、すげえ使いづらいんだけど。でもびっくりするぐらい使いづらい。ちょほほ、反動がすごいんだけど、反動がすごいな、これ反動がすごい。やべ、弾ない、もう弾がない、やばいよ。やりづれ、めっちゃやりづれぞこれ、この武器。いやまあちょっと見てる人もわかるでしょうけど、弾道が半端じゃない、半端じゃない、弾道が、弾道が半端じゃないんだけどこれ、すごいな。弾道が半端じゃねえぞこれ、すげえ、弾道が半端じゃないぞ本当。あー、倒したけど、なんだこれ、すげえやりづらい、なかなかやりづらいねこの武器。頑張って攻めてたけどやりづらい。これ多分ね、反動がめっちゃこう強いから、これ反動すごいな、抑えづらいぞ。まあ威力は結構強いんだけど、反動がすごくて、低レベルの反動、倒した低レベルの反動だね。うわぁ、スナイプだ、8倍ズームのスナイプ、すげえな、一撃だった。うまいね、あの人。ランク40とかどんだけやり込んでんだって話だよ。うっそ、大丈夫、倒した、倒しきった。 D 攻めて、いいやん。ちょっと待って待って、気をつけて気をつけて。なんかスナイプの音がすんな、すんげえ。まずいな、まずいな、ヘリがヘリに狙われとるよ。あー、厳しい、勝てないよねそれ、ヘリに、ヘリに立ち向かおうなんて無理な話だよ。くっそー、あいつやるな、狙われちゃってね、ヘリ、やばい、取られる、大丈夫か。お、今のはちょっとリスポーンが悪いな、もう目の前じゃん敵の。あんなとこ分かれたらやられるわそりゃ。ああ今のはリスボン悪いよね、ちくしょ。まあこれまあちょっと改善してほしいですよね、ベータテストの時はこんな感じですけど、改善してくれないと困るわこれ。めっちゃリスボン悪いもん、こう現れた瞬間に敵のリスボン、要するに真後ろ、真ん前かに出ちゃったりとかするときついよね。気をつけた？大丈夫？倒したけど、みんな気をつけてください。大丈夫か？そこにおるよ敵、あれ？上にいる？倒した、
そこまで。あーくそー、超近接だった。うん、強いな。あとちょっとライフ18だったから結構攻めたんだけどね。ちゃちゃちゃ、そこの子、あ、どこに置く、ここの置いて。敵は倒した、倒したね。よし行こう。 B に行く。攻めるんだな、 B だな。敵そこにいる、敵そこにいる、敵そこにいる。倒した。よし。ん？そこにいるんだよ。ん？倒した？倒してるか。やっば、ここ。ここやばいな。めっちゃ敵いるぞ。そこにいる、そこにいるよ。そいつを倒して B を狙いたい。あーやばい、やくそー、後ろ取られた、後ろ取られたわ。やるねー、うまいわあの人。後ろ取られちゃったよ。残念すぎんだろ、後ろ取られるとか。ここ行ける？あれ？レーザーマフィン。なんだよ、それ。めんどくせえ野郎だな。全然気づかないよね。あの、地味に死んでるじゃん。なんだよ、そりゃ。まったくもう。行かして、あ、やば。ここで湧いてよかったわ。ここで湧いてよかったのかどうかちょっとわかんない。でもこれリスボンが悪いよね。めっちゃリスボン悪いと思う。そっちいる、そっちいる、そっちいる。いるよ、いるよ、気をつけて。やべ、弾がない、弾がない。もうサブウェポンしか使えてない。やべ、もう弾ねえ、弾ねえ。あくそ、なんてかっこ悪いミスしたんだ。弾がなくなっちゃった。くそー、くそー、なんだ、超悔しい。今かっこ悪かったな、弾が切れちゃった。やるねー、この武器でも扱いづらいわ。反動がすごいもんだって。敵いるよ、敵いるよ。どっかにいる、敵が。この近く、この中にいる。やっべ、大丈夫か。バネーなってこない。これやばいぞ、ほんと。そう、厳しいな。やっべー、やっべー。あー、くそ、強い。そっちの仕掛けは甘いね、やっぱり。なかなかだよ。逆のさ、パターンがやっぱり必要になってくるよね。こっち、いけるか。よし、もう一丁、あっち側行こうか。倒した。おお、あれだね、ジップライン。これです。どっか使える？あれ？おお、オッケーです。よし。
扱いづらいは扱いづらかったけど、うん、ちょっとねあんま良くなかったプレーとしてはなかなかだったけどね。はい、では次回もやっていきたいと思いますんでよろしくです。お疲れ様です。チャンネル登録をしていただくと次の動画が出た時にすぐに気づくことができます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方はドーンと出てるこのチャンネル登録ボタン、スマホや携帯の方は画面の下にありますチャンネル登録ボタンでよろしくお願いいたします。私は全10作品毎週放送してます。その中にきっと皆さんが楽しいと思えるところがあるはずです。ぜひね、こんなボリューミーな世界でゲームでがっつりどっぷり使ってですね、私と一緒に楽しんでいきましょう。